トナム情報ウィークレス。各地の天気です。ハノイ、ホーチミン市では大気汚染にご注意ください。今日の幸運のヒントです。本日のメニューです。元警察局長を懲戒、学校に4メートルのキングコブラ、モバイルマネーブームに陰り、ベトカブ日記。元警察局長を懲戒、公安省は即ちゃん省の警察の元局長を懲戒処分したと発表しました。中央公安検査委員会は、治安を保護するため建設局の副局長であるダンホアンダ少佐を懲戒処分しました。2019年まで即ちゃん省警察の局長を務めていた時に、規制に違反して役員を任命し、多くの誤った支出を承認して予算債務を作ったとされています。即ちゃん省警察の理事会の同警察の検査委員会への未払い報告によると、即ちゃん省警察の予算で2011年1月から約5年間に不正な使用があり、総予算380億ドン約2億1400万円の予算に対して約2億6000万円を支出し、その大半が交際費だったといいます。また別の省では、ハジャン省警察がハジャン失点予防センターの局長グエンちゃんとアンホカ3人を刑事告発して4ヶ月の拘留としました。警察によると、ベトナム技術合資会社から数十億ドンの賄賂を受け取った罪で、局長以下主任会計士と試験部長を逮捕しました。3人は受け取ったお金を警察に返却したそうです。ベトナムの事件で警察で逮捕された写真はお花が飾ってあったりして、あまり事件らしくないのがあって面白いです。学校に4メートルのキングコブラ。5月11日午前9時ごろ、ハティン省のキーソン中学校の体育館周辺の網に大きなヘビが引っかかっているのを生徒さんが発見しました。教師に報告されて、すぐにキングコブラは捕らえられました。中学校の管理委員会は、同日の午後に当局への引き渡しを調整するようにキーアン地区森林保護局に通知しました。キーアン地区のキーソンコミューン人民委員会委員長のグエアンゴック氏は、キングコブラの長さは約4メートル、体重は 2.6 キログラムだったと語りました。ブクアン国立公園はキングコブラを受け取った後、お世話をして確認をしてから自然環境に開放することになっています。キングコブラはグループ IB に属しており、厳重な保護が必要な絶滅危惧種の希少動物です。違法な狩猟や取引は規制に従って起訴されます。モバイルマネーブームに陰り、モバイルマネーは銀行や決済仲介業者との激しい競争に直面しています。ベトナム国立銀行、情報通信省、ラオドン新聞が2022年3月末までに開催したワークショップ、ベトナムにおけるモバイルマネー開発の促進のデータによると、モバイルマネーサービスを登録して使用している顧客の数は110万人で、モバイル加入者数約1億2376万人と比較してまだ低いです。また全支払い手段に占める現金の割合は金額ベースで約 11.74% ですが、数では 80% 以上を占めています。20年前ベトナムでは銀行を利用する人の数は非常に少なく、これがモバイルマネーを含むモバイルサービスには優位でしたが、現在は銀行を使う人が増えています。公安省は、企業やモバイルマネーサービスプロバイダーをサポートするためのソリューションを研究、開発しています。2022年3月29日付の通達で、首相の指示の下でモバイルマネーアカウントを発行し、ID カード認証などが義務化されることになっています。運用では技術的に不備があったり手続きが難しいため、
新たにサービスに登録した人の3割に相当する約16万人が要件を満たせず使えなかったという統計があり、セキュリティとの両立が難しいようです。ベト株日記。5月11日の VN インデックスはプラス 0.62% の 1301.53 でした。 BIDV 証券会社のアナリストのコメントでは、流動性が低く外国人投資家の売り傾向もあるので上昇傾向は持続的でなく、1240から1290ポイントの範囲での取引に戻る可能性があると予想しています。米国株ダウ平均も続落しマイナス 326.62 ドル、13ヶ月ぶりに3万2000ドルを割り込み 31,834.11 ドルで取引を終えています。 V プレス編集部ベト株日記も微増で赤字縮小のマイナス 19,403 円。 VN インデックスと比較しやすいようにグラフを作ってみたところ、購入株の成績と大体同じ動きになっていました。記事の URL は動画下の解説をご覧ください。今日のニュースはいかがでしたか？感想やご要望をコメントに入れていただけたら嬉しいです。